で、うんはい、では15秒ビー,ーチキャッスルの仮「かり さあ、ということで始まりました「ピーチキャストのラジオ」「仮のお時間」ですこのラジオは毎週水曜日の19時から20時まで楽しく1時間お送りする番組です、はい、お相手はピーチキャストする毎週の前城翔太えー最近えーベンの調子がいいと思われてです <laughs> いやーよろしくお願いしたなお願いしたしたいや,ベンのいやこれはお前人間的なもんだからしょうがないだろまあまあいいことだけど俺急にそんな今うんちのことをベンってきたからいういやいや,いや、まあ、<瞬>うんちっては言わない で俺何の弁かなと思って一瞬いろんなこと考えたからね弁っていいように言ってるんだからうんちっては言わないで言うよ俺は言うそれは俺は言う俺は言うて俺はそういう人間だそビッグダディ的なやめろお前っていうか死にいたいよやなんでか久々にバイクでこけたよやえっ道間いたああこれ見せられないねこれね で、こっちの手のひらいたーそしてあのこっちやもう見てよもう汁じゃかじゃかしてええー、<laughs> もうああ<ー>時計も傷ついてさあんなに結構いった結構まあでもスピードはそんなに出てなかったわけあの、カーブだったから本当に3 0キロ、4 0キロ未満ぐらいだったんだけどびっくりしたね雨で、雨で、うん、雨じゃない昨日雨降ってなかったでしょおお、そうで,で、なんか、あのー なんか家の近くの公園のこのカーブがあって道路を一応舗装されてるわけよ <うん S 1> あの滑り止め的なのであの赤いなんかシートみたいなあれですあれがちょっとね引き立てなのかどうかわからんけどちょっとまだちゃんとくっついてない部分があってあのちっちゃいこのザラザラしてるやつがあるさあれがよまだ表面がちょっとよ靴ですったら普通にばらっと取れていくわけああはははいはいはい,はいでちょっと 外側の方だったからちょっとバイクを普通にプーンって運転したら俺の前タイはもうレーシングタイヤ並みにツルツルだからダメだよ帰ろいやまあまあまあキリー入ったら帰るんだけど、うん、もう普通に何の抵抗もなく滑ったかんねえー怖いもうザーもうぐラぐラとかじゃないブルルルルザーって <laughs> 後ろから車来てなかったからまだ良かったけど来てたら危なかったよ俺本当に えーってずさんとダシャーンってなってうわー痛い、痛い、久しぶりにこけたはずいと思ってぱーって起こして、うん、もうすぐ家に着いてあもう痛いところ見るの嫌だなと思ったまで見たらめっちゃ痛くなるっていうパターンあーなんかどっかに当たったとかじゃなくてもそのまま倒れただけなんだ。そそうそうそうっ、うん、ってててでなんか家帰ってもうパッてもう まず手のひら見たばっってこっち、うん、そしたら、こっちがなんかちょっとチーパーって出てまあまあまあこれぐらいだったらまだ大丈夫かもしれないやつだと思って、うん、で次、ひ肘パって見た瞬間に,死に血がたバたバたバ,バってなってるわはい、終わったみたいな <laughs> 終わったやつだと思って <laughs> <laughs> 家帰って風呂入ってとりあえずなんか汚れとか落として、うん、もう病院行くレベルではないからじゃないからよかったんだけどすり傷的なもんだから。 で、薬局行ったばうんであのキズパワーパッドっていうんだけどああ分かる有名なやつ、ねうんうん、このよう楕円形もう iPhone よりもちっちゃいよ貼るのうん3枚で1000円ああそうだよそうしたたか高いと思ういやでもそれめっちゃいいんじゃないのそれいやだから俺初めて使うわけよいいやつらしいよ医療でも使われてるんでしょやけどだとかなんかそういうのでも、うん、そう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 ,そうだからなんかめっちゃ剥がれにくいし ずっと張っとてて大丈夫なやつでしょそれだけどちょっとよサイズパッペータやつさもっと大きめもうちょっと大きめのやつを買わなきゃいけないこのなんか一応肘膝の楕円形を買ったんだけどよ汁がこぼれてくるやつさ知 <laughs> って言わないでまあだからよかったでも危なかったびっくりした皆さんねあのー、安全運転でそうそうそう,ちょっとそうそうそうじゃないお前だよ いやでも安全運転しててもやっぱ<か>芸能関係の人がさ、うん、そういうことを起こしちゃったらさまあ自分一人だったからよかったわ誰かに当たるとかじゃなくて、うん、びっくりしたわ本当に気をつけてくださいよ、まあ、沖縄の道路は滑りやすいって言われてますからねそうよく言われてる特に58号線とかはうんレンタカーとかがよ,よく事故るっていうからな雨の水はけを良くするためにちょっとコーラルを大きめにしてるらしいんだけどああ それでもなおかつあんまりはけなくてつるつるする場合があるから、うん、このアクセルワークを間違えると普通に横転するらしいからよああ<ー>う一覧ちゃん慣れてるんだとは思うんだけど58号線には <laughs> 確かに何か滑もと元も々滑るってイメージがあるからねそうそうそう,そう確かに何か県外とか行ったら県外の人たちめっちゃ飛ばしてるもんね、うん、飛ばすよな 安全運転しなきゃいけないですよ、本当にだめですよ、本当に皆さん気をつけてやってほしいなと思いますけれども、いやもうこれ事故の話とかどうでもいいんですよ、ワールドカップでしょ、ああ、そう、それだうよな、そう、昨日う、日な、勝ったよ、見てないでしょ、見た、見た、おまじ途中まで、途中から。 何で途中から見るわいやいや手当てしてたもう手当てはもうほっとけ <あー S 1> いやほっとけよそ,それこそや終わった嫁にもイライラしてお願いみたいなちょっと痛いから運転するのしんどいからあのー薬局まで送ってほしいって言ったから「<うん S 1> ああワールドカップ見てる <laughs> 自分で生きなさい」ってなって <laughs> やっぱ最悪探りやだ優しいブチ切れるけどや俺だったら。<laughs> <laughs> テレビ壊すかもうここハンドルもあまりにそっと優しく握るだからもうありえんやつさありえ <laughs> んありえんありえんそれで帰ってきて途中で絡みたわけその言葉言われたらもし嫁に、うんうん、テレビぶち壊す <laughs> <laughs> テレビ一生見るなお前っつって一生見るなっつってそうそうだからまあまあだから好きだから多分まあいっかと思ってもう自分いサッカか好きだわ言なんか見る<嫁>見るって言ってたから その時だけだろだだから、うん、その時だけだよ多分にわかな感じ出てるけどもまあまあまあシャープでもすごかったいや本当にもうすごいよ奇跡的よあ,あれってだからやばいんじゃないわお前とかからあの話とか聞いてる感じでは、うん、ちょっと微妙、うん、微妙っていうかもうほぼほぼちょっと勝つには厳しいんじゃないかなっていうもうだからうん80 パー、85%ぐらいの確率でもう負けるレベルよおおほう,ほう,ほうコロンビアと日本でしょそう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 スタッフさんはなぜ今俺にこのムービーを渡したいやいや最初から見れってこと90分 <laughs> 90分あるのこれ90分違う違う違う90分の動画をスタッフが渡してきたけど、うん、場所を押し,したら見たいところだけあ<ー>あ<ー>すごい あえな何これすごロドリゲスが本田圭介にファール <laughs> <laughs> いやいやハメス・ロドリゲスねちょっと後半っていうかもう最後らへんちょっとイライラしてたからあ。え誰かレッドカードあめちゃくちゃハンドじゃなかったちっめちゃくちゃハンドじゃなくてあ当たってしまったのかシュートもうっていうかもう得点しそうだったのよもう あ枠内行ってたしあれも入ってただろうねはい、はい、ハンドしなかったとしても<ー>でハンドになって香川かいやいやいやちょっとあのー、多分大迫が打ったシュートじゃん大迫が打ったののああそうか香川が打ったシュートでハンドで PK を香川が決めたっていう大阪がポストプレーで入ってたのか ああ、なんかそんな感じだったそう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 ,そう,そういやーでもだからめちゃくちゃえお前昨日どっかで見に行ったんじゃないわいえ<家>は引いた何で何でいや見るでしょ家でいやじゃ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 聞いてたのと全然違う俺何でえっじゃじゃお前だから初恋行く同期の初恋行くロマニアのケンゴさんとえどっか見に行くって言ってたしいや違う違う行ってないそれは昨日じゃないあ昨日じゃないの次でしょ 次なの次は一応見たいなっていう話をしてたけどなんかお好み焼き屋さんかどっかでなんか予約取ってみんなで酒飲んで見るみたいな日本代表の試合はしっかりと家で見てそのあのポーランド対セネガルはお好み焼き屋さんで見に行きましたええ変人じゃじゃ普通だからじゃ日本の試合だけ見るのかけわからない同じグループの試合全部見た方がいいでしょああ要は 対戦相手のってそう急にみんな冷めたようにいやポーランドとセネガル大事だろまあまあ確かにだいぶやばいよでもセネガルと次試合なんだけどセネガル勝ってるじゃんはははいいい気持ちの勝負になってくるのよこれなぜかというとセネガルが負けてたら後がなかったから結構苦戦したと思うね負けられないじゃんセネガルだけどセネガルも勝ってるじゃんだから もうお互い勝ち同士だからどっちがちょっとせなんてある主導権を握るかっていうところにもなってくるはい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 そう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 ,そうまあ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 あ順当なところじゃないのっていう感じな試合あの流れではあるよね今セネガル勝って日本も勝ってっていうでであと日本は何試合するのえっとねだからポーランドと<う>、えー、セネガルと戦うからあと2試合 2> あと2試合、うん、2> あと2試合のうちまあコロンビアには勝ったさうん やっぱ一応まあ望ましいのは全勝なんだけど、うん、何これはもう今だからあのー、あそれもあれかお前が大好きなパチンコで言えば。うんうん 第一クルーン第二クルーン第三クルーン第三クルーンの三つの穴に入ったら大当たりと言われている天竜のパチンコに例えると天竜第二クルーンまで来てる熱いねデルー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 ル死に喜んだパチンコで例えたら第二クルーンに来てるわけ第二クルーンまで来てる見逃せないさもうコロンビア戦の時点でもうもう 第クルーンにすら入るか入らないかって感じだったよもうパチンコのなるほどね天竜インフィニティに例えるとそう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 急に来た急にすごいな第1クルーンに入ってポンポポンみたいなそのまま来たみたいな直で第2みたいなそうそうそうやばいでしょみたいな お前めっちゃいい例えするしねえいや俺でいや知らん人からしたらマジで何言ってるかって感じでしょ <laughs> サッカー興味ない人とパチンコ興味ない人からしたらこのラジオすぐ消すよいやいやサッカーは多分皆さん興味あるでしょ聞いてる方はあだからねだから昨日買ったのは本当にすごいことなんだろうなと思ってたんだからやばいよやばいだろやばいよ本当にすごマジやばいから 大迫選手はあの…新人だわ全然違うあ違う新人じゃないよ結構期待されてる中堅よ中堅ああ中堅なんだうんポストプレーがうまいと言われてるうんめちゃくちゃヘディングも飛んでたしなそう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 あんな飛べればと思ったの日本人が何ばお前それそのなんかほんとに笑的な選手も話したけどさこのスポーツに全く興 女子ですら知ってるよお前<笑><笑>ここら辺で今このラジオ局の外は歩いてる女性に聞いても分かると思うお前より<ー>、うん、可能性はあるな、うん、いやでもだから昨日ハメス・ロドリゲスとキンテロっていうこの同じポジションにいるすごい選手がコロンビアにいるんだけどさキン、うん、テロのままでよかったねえというと フリーキック決めた選手コロンビアのああ<ー>うん金太郎がいい動きしてたねキレもあったし、うん、その時のコロンビアは怖かったけどハメス・ロドリゲスに変わってからだいぶ攻撃がちょっとスピードがペースが遅くなったからええー、それ何なのかなフィールドえ雰囲気じゃあさ選手によって、うん、このプレーの進め方とかあるからだいぶちょっとやっぱり、うんうん、ゲームプランは変わってきたんじゃないコロンビアからすると。 もともと9人ねはいはいはい,はいにもなってる1人ジェットカードで退場してはなうんだからフィールドプレイヤーは9人じゃんもう <あー S 1> フィールドプレイヤーっていうのはごめんおかしいですけど<え>キーパーを抜くともう9人やなんかそのコロンビアの要注目選手的なのでこのハメス・ロドリゲスと <うん S 2> キンテロじゃキンテロキンテロと、うん 誰かか俺ななんんたような気がするんだよなあファルカオあファルカオ、うん、ファルカオもやばかったよ一応怖かったマジでファルカオだファルカオうんなんか一応まあグイグイいって,てる感じはしたけど、うん、え日本の方がめちゃくちゃグイグイいってなかったいやだから少ないからよあー人数が1人かいないだけどだいぶ変わるからあやっぱめちゃめちゃ変わるんだいやもう死に変わるよだって1人フリーが100パーいるんだのにああそうか あ,あもうディフェンスもつかんくなるし、うん、つけないじゃんだってつけないな、うん、やばいことになるなよああそうでまあこのワールドカップのあれがねまた渋谷があ<ー>大盛り上がりでこれ大変だったらしいね、うん、えでもなんか事件とか起きてないでしょいいやいや起起ききててるよ起きてたうん痴漢とか あーんれも、まあ、これまあ去年、去年っていうかこの4年前待った気するんだよな、うん、このさこの抱きついてからさあーわーみたいなさあ<ー>意味が合うから童貞しかいないんかって思なんかみんなでわーってなって喜びを共有したいっていう気持ちは分かるけど中には、多分なそんなのじゃなくてただ女の子に抱きつきたいが目当てで言ってるやつらもいるかもしれんからないいるるに決まっとるいやん怖いよ。 でさ、うん、財布忘れ物したりとかさ携帯なくしたとかさ、うん、いっぱいあったらしいわけよ、うんうん、じゃあなぜそこまで考えないって <laughs> 確かにな不可思議 <laughs> 普通普通そこを第一に考えるけどなあん,あんな人混みでわーってやるんだったらもう携帯はもうネックストラップじゃじゃじゃもうチキもたんでいい持たんでいいわけなんでさ、うん、ワールドカップを応援してるときに携帯を見る必要があるあ あだからもうあれみんなで盛り上がってますよとか要はなんか撮りたいとか,<ー>なんかそういうのもあるからじゃん分からんけどさ、うん、もう多分もう沖縄だから俺は言うけどさ、うん、もう渋谷のスクランブル交差点で応援してるやつらは全員滑ってる言うねえ言うねえ <laughs> だって集中して見れないじゃん,ん確かにっていうか間で見てるば あった,あったなんかスクリーンあばなんかあったーってっ、ね、て <laughs> 多分一応全員後輩だけでよ <laughs> 俺たちよりまあな年で言えば年で言えばな、うん、全員ウッようん、違う違う違うあのだからあのー、あそこでちゃんと見てないと思うようんなんかでさかちゃんとしたサポーター ちゃんとしたサポーターっていう言い方もおかしいけど現地に応援しに行ってる日本人サポーターはめちゃくちゃマナーがいいってなってるのかなあか前回大会もそうだったけど応援終わった後みんなゴミ拾いして帰ってんだよ今回もそうなのよで世界のね新聞とかさ雑誌とかでさあの素晴らしいっつって褒められてるコロンビアの新聞でもあいつチームだったけど取り上げられてるよ。そうなのよなの,よなのに 渋谷絶対ゴミだらけだよみんなも空き缶とかからんかなかいや,そ,うだよいやーそこらへんはななんかち,ちゃんとマナーを守ってほしいけどなあ何<ー>な,な,なのかなと思うけどにそんなに金がないわどういうこと渋谷の人たちはどういうことじゃあ普通なんかなんまあ人それぞれだと思うんだけどああ俺もめちゃくちゃサッカー好きで、うん もう日本応援したいってなったら俺多分よ渋谷行かんと思うわていや行かんや多分どっか居酒屋かパブリックビューイングしてるところでなんかみんなで見たいっていう気持ちになりそうばってああ<ー>も,もうギリギリでまあもういいにてね全然家で一人で見て応援するっていうのも全然ありだと思うけど、うん、外で見る楽しい楽しいのかだからもうそれは目的ではないんじゃんもうああただなんか、うん その4年に一度の渋谷がお祭り騒ぎになるよう的なもんかそうそうそう,そうハロウィンのパターンと一緒かまあそうじゃないああいやーだからもう誰が誰かが分からないからさうんうん東京ってもんはさああ確かにそうそうそう別に顔がどうたらこうたらって分からないあんまあこんなのお前美浜でやってたら <うん S 2> もうすぐ顔バレしや,やばいってたすよ <laughs> <laughs> 早いよなあいつこの前美浜でっつっ <laughs> この何か知らんけど情報の伝達の生き方早いよな沖縄な東京っていう土地柄の性質上そういうのが OK になってるはい、はい、もう沖縄でそんなもう悪さとか何かやろうもんならすぐ耳に入るからね <うん S 1> ポーンって <laughs> そう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 だからそうそうそうとかはね <うん S 2> 本当にうめてほしいですよやめそ 行った方がいいよほ当にもう何でそんな触りたいかね触りたいか <laughs> あそこまでこっでしてなんか痴漢って言われて一番嫌くない痴漢って一番嫌だいやだからなんかあれでしょもうサッカーの話は全然関係なくなるけど <うん S 1> この満員電車とか <おう S 1> ん冤罪っていうのうあーああああなどうする急にほんとになんも触ってないのに ちょっと待ってください。今私のお尻触りましたよね。絶望だね、それは。<laughs> ちょっと待ってください、痴漢です、この人とか。もう指紋だろ、指紋。<laughs> だから俺、東京とかに行って電車乗る時これ、これが怖いわけよ。んなんか一応、中には、まあみんながみんなそうではないけど、そういう考えしてる女性も少なからずいるわけやし。ああ。大半がそうではないけどね、困ってる女性。 ばっかりだけどうんまれだけども中には絶対そういう考えしてる悪い女の子も絶対いるわけさ、うん、俺こんなん当たったら俺多分全部漏らすと思うやつさ何がもう「<laughs> はやばい終わった」みたいおしっこのおしっこ「<laughs> はいはい始まった」みたいもう一番嫌なパターンのやつ来たと思って <laughs> お前もうなんかあたふたして <laughs> あたふたして余計怪しまれるっていうパターンのいやくないだ もう携帯握っとくしかないよ俺だってもうけいっぱいになったりしたら携帯持ってからここで見てるの、うん、<laughs> 顔面の前でこうやってずっと上て上げてから、ね、それはもうめり込むだろお前ええそれ,それぐらいの勢いよ実はまあまあまあだからなうーん怖いなーと思って <laughs> 絶対世の中へだから1日に何名かはなんかそういう人いるのかなと思ってあんだけ電車に乗ってたらよいやーいるよそりゃ大変だよそれは、うん、でも逆に痴漢にあってる女性の <laughs> 声も多いけどなだから沖縄ってそういうのがないじゃんない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 んじゃんだからちょっと怖いよね面識がないから、うん、で俺なんかなぜっていうかさわる近寄る機会があるから、はい、そういうことが起きるんだろうなだからじゃないもうその距離感じゃない、うん、もう近いっていう沖縄だったらないやしょバスでもぎゅうぎゅうっていってもまあ ある程度だしみんな大体車かバイクだしうんまあまあねで俺なんかこの女友達が今東京にいるわけよ <laughs>、うん、で東京に行って初めて痴漢にあったって連絡して、えー、でその女友達もあの結構気強い方でお<ー>なんか結構サバサバしてるような感じなんだけどさすがにびっくりして声が出なかったってえー、やだなんかあれみたいな。 私、今もしかして尻もまれてる的なで怖くてなんか声出なかったらしい、やっぱりえー、すごいと思ってこんな身近な人でやっぱ起きるんだと思っていや、それはそうよ、要は犯罪者が真後ろにいるわけだからそうそう、めちゃめちゃ怖くないやだ、お前もし電車で痴漢してる人目の当たりにしたら ど,どうするなんかよくドラマとかであるやし言わんって言いたいところだけど俺は <うん S 2> 言ってしまうな <laughs> 我慢できずにそう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 ,そう <laughs> おじさんとかあったのなおさらあーはいはいはい,若い人にそうだけど <うん S 2> これちょっとこのさだから最近あの弁当屋さんでさ<う>んこの沖縄でおじさんがさ<う>んこの外国人の方に対してさ結構さ罵声っていうかさ 汚い言葉をさ、言言ってたのよ言葉を通じないことをいいことにああ結構まあどうせ通じてないだろうってうことで、うん、そうなんかただ<々>お前らのせいで沖縄がもう人が多くなってなんたらかんたらみたいな、うん、もっともっとちょ結構ひどいことしてたんだけど言ってしまったもんね俺お<ー>うっさいっつって <laughs> おおめっちゃいいですそれそうお前みたいなおじさんがいるから、うん、沖縄が 嫌なところって「うわっかっこいいそう良き目をバキバキにしながら言ってやったお前が目バキバキした <laughs> 本当に怖いからな威圧してね <laughs> <laughs> えー、そうしたらその外国人の方もなんか胃腸は 助けられた的な感じになってるんじゃないの？そうあのめっちゃ嬉しがってるなと思って。お父さんがいなかったね。多分家族か兄弟とお母さんで弁当買いに来てたの。はい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 。ホテルに泊まってて。で俺なんかあなんか天気みたいな感じでなるかなと思ったらめっちゃ俺に引いてた。なんでなんでなんでお前引かれてんだ。俺が死に大きい声で。おっさん。 なんな言わんけみたいなああ死に目バキバキして言ってるから <laughs> ああ逆に俺がやばいやつ <laughs> <laughs> 確かになか言葉も通じないから<う>ちょっとなんかね外国の方を思って言ってるにもかかわらず通じないからだってもうあの俺はっこの,、うん、あの弱さ 目の前にカウンターがあってさ入り口からウィーンチ自動ドア入って目の前で注文してさ左側に行ったらさ座るベンチがあってさ座って待っててさそのおじさんが左側のところに来てなんかこうやってたからそこで言って要は入り口から出るにはこう一回中央に行って自動ドア開けて戻るで外国人の観光客は反対側の右側のベンチにいたのよだ,だから俺が帰る時はこの向かい合うわけよ ああ確かにねちょっと近寄るっていうかだから俺が近寄っていってるわけじゃん帰るってね弁当を買ってからもう俺が近寄っていくのに後ずさりしてたからあいやひどいそんなことあるんだきつそう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 わうそういうことだったなでもお前言いそうだなめっちゃなんか言っちゃいそうお前そうだろうん いいや怖けどねでもまあ確かになその倍返ってくる可能性だってあるしなそしたらお前さらに倍でいくからなそう倍には倍でなそうそうもう海洋圏20倍ぐらいなるんじゃないかもうだから悟空と一緒もう行くしかないっていうのはフリーザーがどれだけ強かろうが海洋圏50倍出すしかないから体が砕け散ってもいいからみたいなちぎれるぜ多分50倍ってもうしゃあないしゃあないもうだからあのあほらあのはいあツイッター ツイッターネーム、シプリームさんです。ねありがとうございます。嫁も今年初めて山手線で痴漢にあったけど、お嫁さんが、嫌だ段は武闘派のくせに声も出せず、普段は武闘派ってめっちゃ怖いな、旦那、殴られてんじゃん、自分が追いかけようとしたら、ビビった嫁に止められたと、やっぱね、女性、そうっぱ、やっぱ、やっぱ、沸騰した瞬間にこんなパって来られると、やっぱ怖いんだ。 そうやっぱ怖いよやっぱ声出ないよマジでビビった時多分声出ないと思うやあまあ、まあ、なると思うけど息をめっちゃ吸うとか <laughs> <laughs> そう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 ,そう さあということでこの番組ではメッセージを募集しております、はい、メールアドレスが7 9 7 f m − g i n o n c o m となっております、えー、そしてツイキャスでも動画配信しておりますのでたくさんのコメントお待ちしておりますさあということでじゃあ一旦曲いっ曲んって CM いきましょうかさあそれではお願いいたします hey, 出<た> USA ででで ダパンプダパンプ好きだったけどな、好きだけどな。 メンバーめちゃめちゃ別れてくっついて増えてどうのこうのしてうんかま分からなくなったんだよなやっぱり忍さんが抜けたのが一番大きいっすよねああそうっすねあれがなければ長く続いてたかもしれないですけど、はい、メンバーダンスうまいの誰でしたっけささんんけん,けん,けん,さんもダンスっ 雪りさんのお店、クラブっぽい感じなんですけど、あ、ありますよね、中に。目の前で踊らないといけないから、恥ずかしいですよね。<laughs> ええー、なんていうお店、ナインボールえクラウドナイン。クラウドナイン。クラウドナインだ。一回だけ行ったことあるのが、僕も結構遊びに行ってくるんで、うん、ちょっと入って、すぐパッて。 自分たち世代からしたらダバンプヒーローですいやいやめちゃめちゃヒーローっすよいやマジで俺ダンスとかもめちゃくちゃ見てたけどな、うん、一番かっこよかったよな、踊りとはクラスの出し物とかなんかそういうの流行ってましたねああなんかそうですね、イフ、うん、の PV で踊ったりとかはい なんかのカバーではなくてです。カバーらしいですよ。なんか90年代ぐらいのマイナーな曲をカバーしようとしてる。うん、海外の曲らしいです。ぽいですよね。はい、うん。それはちょっとユーロビートにして。はい、うん。

ドブルの何でしたっけパーティーあったかなああ、なんかありましたよね。ドブルパーティーパーティーアンスがったから。あ、ドンストップタパー,ーリーパーティーを止めないで。<laughs> あ、そうそうそう。<laughs> シェキーラのヒップス・ドント・ライとかあの。お尻は嘘つかないじゃないですか。ああ、はい。よく考よくめたら何言ってんだっていうのをいです、はいづらい 俺のそうだ <laughs> どんた <laughs> ーどんスタッパーティーだってこれ、ね、めっちゃ受けたんだよ歌手ウケ。貸し受け さあ引き続きピーチキャッスルの代りお楽しみくださいお願いしますよろおいたしますでお送りした曲はダパンプで USA でしたけれどもすごい絶対流すと思ったお前もう嘘好きそうだ好きだわもうずっともう耳に残ってるからドゥドゥドゥウェースウェイっていうのがドゥドゥドゥウェースウェイっていうのがもこのこのドゥ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  この重ねるところ別に言わなくてゆ U-U-U-S-A でいいんじゃないわけいやそこはもう D-D-D-U-S-A 忠実に再現しなくていい忠実に再現三件いやいやもういですよね c o n baby America いや何よこっちにおいでよアメリカでいやいやいや好きか本当にお前いや好きだよまあだからそのバカにしてこの外国の曲って和訳したらめちゃくちゃダサいっていうの 何曲かあるかあなんかうんで俺一番なんか印象に残ってるのはあのピットブルのドン・ストップ・パーリーだったかなの曲があるんだけど、うん、ちょっとあの和訳してるのがあるかちょっと読んでいいうん、うん、ドン・ストップ・パーリーってどういう曲流したりしないのあ多分流したりすると思うあいやなんかスタッフさんがもしもっともっとなんかすごいちょっとまずね リスナーさんにもまずどういうういいいい曲かかっってててのを聞いてもらってからじゃないと結構なんかあのー、クラブミュージックというかい<や>アメリカ<の>アメリカっていうかさ英語で喋ってる本番の人たちのはしっかりしてるんじゃないのもしかして日本人が英語歌英語の歌詞を歌ってる時がなんかおかしくなってるとかじゃなくて本番のもおかしくなってるとかおかしいのかなどうなのかなじじゃゃ日本人のいい歌を、うん、じゃあ逆に 英訳すると、え、なんか違うくないって、なんのかな。ああ。いやいや、まあわ、うん。なんでもいいけど。まあ、じゃ、あとりあえず、じゃ、あの、和訳の部分、ちょっと。えあ、今曲流せます。あ、今、ほら、あ、あれ、じゃ。はい、お願いします。どういう曲ピットブルの。あ、あ、ど、ど、ど。うん、これ。あ、これ。はい、そう、そう。あ、はい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 。はい。これ、多分、皆さんも、ね、なん。 耳にしたことある方はあると思うんですけどだ<れ>かパッパパラパラッパパ」っていうの「ハベラレグッタイイイエイイエイイエイ」ってああクラブで結構<ー>ーーこの曲ねこれを、うん、ちょっとあの…和訳するとはい、はい「世界を手にすることもな大した金も稼げねえほら 動け、動け。だが俺はできるぜ、俺ならな。お前じゃ自由に女を選ぶなんて無理だ。だが俺なら可能だ、俺ならな。そうだ、パーティーは止めるなよ。パーティーはそのまま続けろ。そうそう、パーティーはやめんな。パ <laughs> ーティーは続けろ <laughs> いやいや。本当にそんなって言ってんのいや、そうなんじゃ本当かそだ。じゃ <laughs> どうしたってパーレーだからパーティーは止めんだ <laughs> そうそうパーティーは続けろってきなもんだろ <laughs> どんだけパーリーピーポーの歌だわと思ってすごいよこれ和訳あんだけど <laughs> 本当かさめちゃくちゃダサいじゃんダサいのよ <laughs> ダサいのよ, <laughs> いのよ <laughs> めちゃめちゃダサいのよ <laughs> だからみんな結構ノリノリだからで聞いてるけど <うん S 1> でもなんか外,外国の方ってそういうのを 多いんだっけあそうなのなのんか、あのー、体が動いたりとかこう耳障りのアップテンポの曲はめちゃくちゃいいんだけど <laughs> ああ歌詞がめちゃくちゃダサいとか関係ないってこと関係ないのかなもう <laughs> 本当に音楽とともに体が動きゃいいっていうやつなのかなあーなるほどね何でしたっけあと一人の,あのさっきスタッフさんが言ってたのあヒップス・ドント・ラインヒップスドントライだ

結構古い曲じゃないいの古んだけれども、うん、これは和訳すると、うん、ここの部分とかんつってんのこれシ、えー、ャキーラって言ったらお前やばいよやばいよお前バルセロナのジェラール・ピケの奥さんだよ。あそうなのいやそうだよそうなんだスペイン代表やばっすごっこれはお尻は嘘つかない 違う違うそういう言い方じゃないだろう女性たちよ今夜ここに立てアラソーナ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 シャキーラシャキーラいやいや意味わかない意味わかないいや書いてあるんだろうね <laughs> 書いてあるんだろうね <laughs> ここの部分ってこと多分 <laughs> そうだシャキーラシャキーラって多分中に入るだろう <laughs>、はあ、いや本当だシ <laughs> シャキーラシャキキラほんとだこの女の女性の部分のところは何っつってんの、うん なんか、えー、実際には彼女がこんなふうに踊れるなんて知らなかった彼女は男にスペイン語をしゃべらせたがる名前は何美人だねリラックスしてシャキーラシャキーラ <laughs> 意味分からんのよ <laughs> いやほら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  <laughs>、えー、ツイッターにもシュプリーミさんがグ、えーグル <laughs> 翻訳で翻訳したような無理のある和訳ってまあね絶対これそういうニュアンスじゃないだろじゃないからもっと別の意味で何かあんのかなそして私は今夜スイッチオンよ知ってるでしょ私のお尻は嘘をつかない私はこれが正しいって感じ始めてるシャキーラシャキーラ <laughs> <laughs> 関係ないってちょこれむちゃく直訳してるだろこれ <laughs> 絶対違うって だってお前 <laughs> 意味わかなこれこんなので、あのー、歌詞関係ないさでも全米でな結構チャートに載るような歌になるのかどうかだよなだ日本人のさ、うん、ちょっとふ、あのー、感情的な難しい形容詞とかはちゃんと訳せてないんじゃないのもしかして前後の文章でなんかあったりするんじゃないの多分な 多分ないかたんから俺はただたまにこうなんかよくこのクラブミュージックとか聞いてなんかいいなーって聞いてるけどどういった感じなんだろうって歌詞をたまに見ることがあるわけそしたら多分そういうのが出てくるけどうわやべえ歌詞出せーっていうち,えちゃんとこれできてるだからなんかちゃんと英語を知ってる人に聞いてみたいけどなあ確かにな じゃあちょっとだからこの小学生とかが訳しちゃうんじゃないこれ <laughs> 分からんけどだってさ日本語でもあるじゃん <laughs> なんかちょっと難しいさ表現の言葉だったりそんな野暮なことするなとかああそれはもうわえええ英訳はできないな多分な <laughs> 野暮っていうかうん感情 <laughs> だろうなんかそう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 うわもういやだから面白いと思うから,からお前も意外に好きで聴いてるこの 洋楽とかもめちゃくちゃダサいかない,いやそれはない <laughs> いやわかんないよ俺の俺聞いてる西海岸のヒップホップはそんなことない <laughs> いや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 。絶対ねわからないよないね絶対大丈夫全部イン踏んでからしっかりトラップやってるから<笑><笑>あでもそれはあの英語のスペルでインを踏んでるらしいからな和訳では踏めないっていうからなそう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 ,そうなこれ,もなさいでれなんすかなんかスタッフからスタッフから,フからなんですかこれは あ<ん> <P>、これなんか結構いいよさげの歌詞ですけどえ、いい歌詞なんじゃないのこれはいい歌詞でしょ絶対歌詞をどうやって検索すればいいんだこれですか ルスってやつですね。はい。っていう曲ですね、ザ・フォックス。なんかこれこれはひどいです。トバさん。ちちちょょょじゃ直訳してるんだろうだから。これはひどいです。何犬はワンワン。猫はニャオ。鳥はチュンチュン。ネズミはチュウ。牛はモウ。カエルはケロケロ。象はパオン。

キツネは一体なんて鳴くんだぁディン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 デじゃあ違う違キツネは何て鳴くんだってディンディンディンって鳴くわけ違う違う多分ブリッジ的なもんじゃないサビなんじゃないなんて言ったのこいつパパパパパパーってそうそうだからキツネは何て鳴くんだワーパパパパパーって鳴くんかって言ってるこんな絵、もう子供向けの…ちょじゃ見てみこれいやもう見る見なくていいよ 子供向けのなんか童謡をすごいかっこよくアレンジしてるような感じのひどいよこれ <laughs> <laughs> こ,これはでもあれだろちゃんと訳せてるやんにいやまあなんかそんな感じはするもっ,て言ってる感じもするしなんでお前それそれこんでも局長としてはお前こういうの好きなんじゃないわ一応好きだけどね好きだばや <laughs> でも意味聞いたらちょっとにり,るはずにりたない今俺 <laughs> 犬はワンワンで<や> <laughs> ドッツワーンワンワンワンみたいな感じで言ってただね。そうそうそう <laughs> 何だ<ん> <laughs> キツ狐はなんて泣くんだーリンディンディンディンが起きるやつだ <laughs> <laughs>、えー、これもうずっとまだ動物のこと言ってんのかなこれ <laughs> あそうだな <laughs>、うん、What's it the f s x y っていうのは狐はどうやって泣くんだって。多分こうやって泣くんじゃないかなって今交換音楽技音をなんか入れてる今 これ、適当に作ってんだ、これいや、でもね、ねいや、もう話題になってるわけですから国屋にあさとやユンタきかさやダメねって、<laughs> すぐアレンジされるはずよちょっとそう、つくな四つ打ちの電車を入れられるチュ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 

どうなのかいやいやそうやっぱもうお笑いは日本の方が進んでるって <laughs> そうそうこんなんでこんなんで CD 版も出たりとか注目浴びるってすごいなすごすごいやさマジですごいちゃんとした歌詞の歌もあるでしょもちろんああもちろん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 あるよ でもただなんかそういうアッパー系の音楽がなんか結構意外に歌詞がダサかったりする傾向があるっていうなんか分からない今流れてる曲はこれは違うんでしょこれは普通のやつでしょなんかそれまでなんかそういうふうな歌詞に聞こえてくれて確かにななんか本当はなんか生活のこと言ってんのかなしょうもないようなことを歌詞にしてんじゃねえのかなっていうそ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 うなるほどねんか怖くなってくれてさいやだからあのあれじゃん この外国人がたまにこの…変な日本語の入ってる T シャツを着てるああはい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 なるほどなああいう感じなんじゃないああはあでもかっこいいあのー、タトゥー入れてる外国人もいるけどね日本語のしっかりしたーああはいはいはい例えばどこで知ってきたのか知らんけど風林火山とか,とか、うん、そう <laughs> おーまあ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  <laughs> 俺は一回マグロかなマグロマグロ見たことある 魚にあるだろありだろ言うだろマグロ簡単にこの上腕二頭筋のほうにでマグロって怖っマグロって怖っんか見たんだけどな T シャツもなんかあの昔の言葉とかやっぱ入れたりするよねちゃんと知ってる人は武将の言葉とかさあはい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 なんかでも あそそうだそう外国人の方の俺指令に聞いたらもうなんか意味とかはどうでもいいってお<う>この漢字の形がかっこいいらしいだから形として見てるってああなるほどだからなんかいっぱいなんかこうザーってなってる感じとか見たらなんか「わかっけえ」みたいななんかバラとか「ああはい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 しかもこれはどういう意味なの?」って言ったら「あのローズ」「フラワー」って言ったら「あすごい」 <母>ローズバラだからこう書くんだみたいな感じで結構なんかその形でいいインスピレーションを受けてる人じゃあ平仮名はじゃあなおかつ入れられにくいかもなもしかしたらあー確かになんか弱々しい,というか感じの方がね感じの方が見てたらそっちのほうがかっこいいけどそうそうそうただあのー武将で思い出したけど昨日あのーワールドカップ見ててからさ、うん、芸人と後輩とかと。はいはいはい、うん 侍ブルーっていうようにさ侍の精神ほ、うんとの昔の武将がサッカーしたら強かったんじゃないかっていう話になって何それ、えー、要は、えー、織田信長とかフォワードです完全にえ、えー、ちょっと待ってください、えー、ちょっと待ってください、えー、じゃあ明智光秀とかをサイドバックサイドバック <laughs> <laughs> うんサイドバック完全にこれ話出て,てたね昨日あそうなんだうん <laughs> 武将たちがサッカーやったり徳川家康と豊臣秀吉はセンターバック守りでボランチに武田信玄じゃあじゃあじゃあトップ下に上杉謙信ですああなるほどじゃあじゃそれはサッカーなのそれと。ボランチとトップ下上杉謙信と武田信玄風鈴火山と軍神と言われている上杉謙信決まりあったやばいよ あったやばいからねあったって言うなや <laughs> さもお前はあったとあると思うお前織田信長ですらもうビビってたっすよ、ね、<laughs> <laughs> ちゃうちゃう <laughs> ちゃうちゃうなんなんサッカーできんさそんな武将ではいやいやいや <laughs> あいつらはもうやらしたらやばいことになってたと思うよ <laughs> そう、まあ、そうなのお前織田信長止めれるかいやー結構なイケイケっては聞いてるよ織田信長は <laughs> だいぶイケイケだよ <laughs> イケイケって聞いてるからちょっと怖いではあるけどねそう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 ,そうそんなイケイケなんだわその楽しそうな会話は <laughs> やばいだろサッカーを武将に例えてお前配置するって織田信長ワントップでいいよだいぶ1人でもうとんでもない <laughs> もうその下にはもう香川のポジションでいったら、うん、もう上杉謙信がいるわけだから <laughs> いやもう武田信玄とかもう風林火山でヤバいからヤバイよもう五五五だよあいつらはさカールのカブとかじゃえカブとカブりながらサッカーするのいやそうそうそういや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 ヤバいよヘディングもクソもないそんなもんええええもうであのリリベロにあのあれよ前田慶治じゃ歌舞伎もの歌舞伎ものどういう動きするか分からないさわからんよもうファンタジースターよ歌舞伎ものだよ本当にやばいよ いきなりここにええー、って <laughs> それだった前田圭次 <laughs> いやそれ着せるもって登場とかしそうだけどももうでカー,フェーディングとか死に強そうだ <laughs> 強そういやキーパーはキーパーまではさすがに考えられてないだろキーパーも完全に決まっております決まってるんだ決まってる結構出てるよ <laughs> <は>フォワードとか織田信長 <laughs> 上杉謙信とか前田圭次とか <laughs>、うん、明智光秀とか、うん 出てるよもうキーパーはさすがにいないでしょ風磨小太郎ちょっと待ってちょっと待って待って待って伊賀後半ちょっと待ってくれ素早いから素早いから急に忍者ええそれはそう急に忍者忍者も入って風磨小太郎そこだけ急にアニメーション感が強いんだけど実在してたから実在風磨小太郎いやいやそうそうそう 石川五右衛門とかそこら辺とかでもなくうんゃゃ急に忍者が入ってくるわけそうそうそう,そう <laughs> めっちゃいいいいいいあなんかみんなのね武将のちょっとポジションをちょっと聞きたいけどねいやいやでも<う>んそんな俺も武将知ってないから,から今出てきたのがまあいい配置っちゃ配置なんじゃん違う違うお前がちょっとアホすぎるねよいやいや <laughs> なんでわからないの 武将なもう歴史と英語と数学は全部省いて生きてきたからもう <laughs> <laughs> 地理なんてもうもっぱら北海道と沖,<ー>沖縄以外分からんもうだからあの迷ってたのよ風間小太郎と猿飛佐助でえじちゃんそれ <laughs> <laughs> 服部半蔵もいたけどねいやいやそうだから急に忍者になってるしマジでいやいやだからキーパーはそこなのよ素早い動き素早いからだからポストとかブーンって蹴ってからシュッ いいやいやその三角飛び的なそうそう,そうあるそんなキャプテン翼的な感じなんだっけキャプテン翼のキーパー何、えー、だっけああ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 ーなっああ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 あな。ああやべあーや <laughs> あそっかああ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 あそああ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 っああああ じゃあちょっと大丈夫ですけれども皆さんのワールドカップのね武将の配置ちょっと絵で描いてから俺ツイッターに上げたいぐらいだもいや上げれ上げれ絶対面白いと思うだろういいと思ういいと思う最近一番俺お前らで受けたのあれさグラフつばようじをってあれめちゃくちゃ笑ってし終わっさもう不本意ながら何だわみたいなパッとするておいへってなって 設定4 <laughs> いやいや <laughs> それになあの7ブ7の <laughs> 玉木さんとかもな <laughs> 反応して <laughs> めっちゃ面白かったわさあじゃあということで、はいえー、我々 P チゲッツルからお知らせがございます。<laughs> えー、来月のです、ね、7月のの7 1日日日曜日です、ね、夜の、えー、8時から ピーチキャッスル新ネタライブももも,もを開催いたします、はい、えこちらは全部新ネタでですねゲストに、えー、ツーシームアリンクにシスオレンジも出ますのでよかったらチケット1000円となっておりますのでぜひぜひ遊びに来てくださいお願い,お願いしますお願いしますちょっとねあのうちのアンチはねギリギリにならないとねなんか行きたい行けないとか予定まだ分からんとか言いますけどもちょっとお願いしますよぜひとも、はい、7月1日は予定を開けれおい怖いこっちが言ってんだから開<い>けてこい 怖い以上頼みますよちょっとお願いします俺五十名送ってまだちょっとわかるわからんじゃないこっちは提案してる開けるそう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 強引にだろそうそうそういいしだお願いしますよかぜひぜひ遊びに来てくださいお願いしますさあということでお知らせはもう僕たちからも以上ですかねはいもう近いなんかお仕事的にはああれも行きますか え6月30日の土曜日にですね。伊勢名村に行ってですね、ママチャリレースが開催されるということで、まだまだエントリー募集してるそうで、で我々ピッチキャッスルがあの実況、MC という形になりますので、よかったらえ遊びに来てくださいお願いします。もう家族連れとかね、ファミリーで参加してもうゆったりなんか自転車こぎながらの参加する部門もあるので。 ぜひぜひよろしくお願いいたしますお願いしますさあじゃあということでえー、今週のピーチキャッスルの狩りはここまで、はい、お相手はピーチキャッスルマイシュロショートピーチキャッスルトーバルでしたまた来週お会いしましょう、はい、さよならーバイバーイありがとうございましたまた来週 <laughs>